どうもこんばんは、エネムです。今回も超人 X 第1話について考察していきます。今回は飛行機墜落事故で生存した200人の謎、そして超重要人物エリーについて解説していきます。第1話の冒頭で登場した謎の少女エリー、墜落した飛行機の中に搭乗していた乗客の一人でした。エリーが持っていたのはトマト。トマトは東ヨーロッパの一部で禁断の果実として扱われています。皆様は創世記をご存知でしょうか。アダムとイブが善悪の知識の木の実である禁断の果実を食べてしまい、楽園を追放される物語です。禁断の果実はリンゴとされることが多く、東京グールでもたびたび登場しています。東京グール RE の築山家殲滅編でエトがカナエを改造する際に発言した君に必要なのはリンゴ、エトに与えられ、カナエは爆発的な力を手に入れました。そこでもリンゴや創世記のお話が登場しています。つまりリンゴと同じ禁断の果実であるトマトを持っていたエリーは超人の力を手に入れるという暗示だと思われます。東京グールではリンゴ、超人 X ではトマトがキーアイテムになってくるのかもしれません。ちなみにトマトはスラブ語で楽園という意味も含めており、東京グール RE 連載終了後、水先生がツイッターに投稿した金木がトマトを持っているイラストに BGM が流れる26秒の動画、この BGM はテレビアニメ東京グール RE 最終シーズンのエンディングテーマ、オストライヒの楽園の君であり、まだ発表前でした。トマトはスラブ語で楽園、使われている曲は楽園の君。こういうことをしてくるのが石田水なんです。超人 X は能力者でバディかトリオがいい、水先生はサブアカでそうつぶやいていました。また時男とエリーが制服のような衣装を身につけているイラストも投稿されています。腕には脳幹と書かれた腕章、おそらく超人たちを管理する能力管理団みたいな組織に2人は所属し、バディになるのではないでしょうか。飛行機墜落事故で200人もの生存者がいたことについて考察していきます。第1話の冒頭で炎の能力を使う超人が乗客を焼き尽くし、飛行機を墜落させました。しかし機体が炎上、墜落したにもかかわらず生存者は200人、確実に何か起こっています。まず最初に思いつくのが、乗客の中に別の超人がいて、その人の力によって助けられたですよね。生存者と表記していることから全員生存ではなく犠牲者も出ていると思われます。また超人に助けられたのではなく、超人になって回復したとは考えられないでしょうか。超人になると傷が回復する効果があります。竹山ジョニー清は東に両腕を折られ、骨が飛び出すほどの重傷を負いましたが、超人化の薬を打つことで完治しています。さらに考察していきます。では仮に生存した乗客たちが超人になって、やけどや墜落時の致命傷から超回復していたとして、誰が何の目的で乗客を超人化したのか、前回の考察でも少しお話ししましたが、第1話の中でも明確な敵と思われる存在が登場しています。乗客を襲った炎系超人のおじさん、そしてジョニーたちに超人化の薬を3本も提供した人物、この二人はおそらく敵であり、同じ目的。目的は超人を増やすこと、また適正者を見つけることではないでしょうか。乗客を超人にするなら、わざわざ炎で焼いたり、飛行機を墜落させる必要があったのかと思われるかもしれません。僕は超人になるトリガーが体の損傷だと考えています。ただ超人化の薬を打っただけでは超人にならないのではないかと思っています。例えばジョニーは骨が飛び出すほどの骨折をしていましたし、時男は超人になる直前にジョニーから強烈な一撃をもらっています。実はここのシーン、漫画版と水先生の YouTube 作画配信版では大きく内容が違っており、配信の作画ではジョニーの両手が時男の顎から脳天を貫き、脳が飛び散っています。
おそらく表現的に問題があったのか変更されていますが、本来であれば時雄はここで絶命するほどの怪我を負ってしまうのです。時雄とジョニー、どちらも超人になる前に体の損傷を治しているという共通点があり、乗客を超人にするために炎で焼いたり飛行機を落としたと考えれば、全て合致がいくのではないでしょうか。もしかすると生存している200名は全員超人になってしまっている可能性があります。はい、ということで今回は飛行機墜落事故で生存した200人の謎、そしてエリーについての解説でした。いかがでしたでしょうか。水先生はタロットやトランプのような数字のギミックに加えて神話のネタなんかも盛り込んできます。第1話にもたくさん隠されていると思うので探してみてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。